あのね、岩は上がらんでと思う。そのトラバースというか、どうせ下も一緒やねやん。こっち側にも、うん、あ、これ踏んやったらな。うん、だからこう来て、こう行って、うんうんうん、まっすぐ行ってみ、そのまま。でもこれは踏み屋とかどうかは分からん。なんか道っぽく見えるだけでさ、あ、そこも降りれそうやな、下な。そこ降りれそうやな。すごい GPS 見てもよう分からんな。道じゃない？林道っぽいっちゃ林道っぽい。降りれんの？懸垂するか、そっから。懸垂？ああ、じゃあ行くわ俺そこまで。え？いいよ。下流が向こうやったとしたらさ、林道向こうやろ多分。ほなもっと向こうに林道あるってことか。尾根の向こうってことやな。ただこれ滝のど真ん中やからな。それかいや、上がって尾根越えて林道行くか降りるかや。そうやな、滝のど真ん中やからあかんなこれな。戻ろうか。この岩壁越えんの、どうやな、もう無理やな。カズッチ、うん、いや見えへんわ。そこ一旦切れてんねやん。で多分一旦下ってまたそっち登らなあかんと思う。U の字になってんねんな、そこ。その間の海今。そうそうやん、そうやねん。だから多分沢がそう流れてるから、林道は多分そっち面やねんな、多分な。だって林道ってさ、ずっと右岸やろ。沢の右岸を走ってるやんか。で沢は今そこにあるけど、向こうに流れていってんねんな。ってことはこっちやんか、林道は。だから理屈上これいつをずっと行ったら林道にぶち当たるか、うん、当たらないか分からへん。でもここえぐれてんのもたまたまやろな、うん、でもな、こうカーブしてるから ここをさ通れるように作った。ちょっと見せて。だいぶ遠い。ここ？うん。うん。わからんな、わからんねー。これ参ったねー。これ林道どこやねん、これ。GPS ぐちゃぐちゃでようわからへん。むずいな、むずいなこれ。明神がこれやろ？うん、で今俺らがここ。うん、あでも明神参ってそんな歩いてないやろ俺ら。うん、じゃあまあすぐちゃうの。扇滝。妙、そこ図上は扇滝どこ？明神が？あでもその知れてるんだよ。男女から明神の倍ぐらい。うん、で巻き道が林道なわけよな。うん、そう確実やなそれがな。うん、それで行こうか。いやもうちょっと行ったらな、扇滝っていうのがあって、その巻き道は林道使うらしいねやんか。だから。リボン？臭い？いや、わからんけど。あれは何？どれ？あの下の方で赤いのが揺れとるやろ。揺れてんな。あれ何やろ？葉っぱかな。4人がリボンって見えたらこっち行こう。あれ何やろ？明らかに不自然やもんな、色が。ほう。あそこ。ほら。50メートル先。なんかほら、チロ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 揺れてるやろ。あ、下？あ、下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 、ピンテープ。確実、私にはいいから。テープやな。行っちゃう？行っちゃう？ここ。行っちゃいましょう。懸垂やな。これ危ないな。長いよ、すぐ。うん、50出そう。50で2回やるの。うん。そこで、そこで。50メートルあるわ、多分、下まで。うん。テープあったらあったでさ、俺ら文句言うくせにな。林道に本来は行くような道じゃないんじゃない？無理やり作ったというか。多分な、うん、あれをぐるって回るぐらいやったらみたいな。うん、ちょっと待って、なんかこえ、もう終わるわ。うん。
カズチラークラークラーク止まった。ロープが擦れて、え、ロープが擦れて石が落ちて、落ちてますよ。もうそういうこともあんねんでっていうケースを今教えたったのに、なんでそんな言い方すんねん。顎割れてるくせにお前。割れてない。割れてるやん、割れてるやん、これ割れてますやん。これ先に生かした俺の責任か、これは。僕も悪いな。なんで悪いねんマイケル。先に生かしたから。自分で行って自分で落ちた場合は自分の責任だから大丈夫。大丈夫とかそういう問題ちゃうねん。チームの話をしてんねん。チームのな、個人の話はしてないねん今。マイケル、おかしいぞ、ねじれとんぞこれ。うん、漫画で見る懸垂加工の仕方読んできたんかお前。何それ。そんなんがあったら嫌やなっていう話。昨日のだって林道もっと離れてるやんか、あのそこ上はな、うん、だから多分作業道だって沢はすぐそこやからさ。あ、そこ、こっちの沢。うん、うん、だから林道への赤テープではないから、僕たち林道に出るのか出ないのか。絶対気に引っかかるよな。顎割れ手術。いや間違ってないやん、でもほんまにそれは。うん、かもこれで、そっちで、そっちもこれもきつそうやな。ミスったな。ミスったな。ってことはやっぱ向こうやったか。ん？向こうやったか。じゃあ向こう降りてもうたらあれか、向こうの川だ。こう U ターンする。そうやそうやね。だからここが多分今一番ややこしくてようわからんのよ。まあこのでっかい滝の巻き道やから、あっちょっとずれたかな。え、俺らだから向こうのあのあれや、岩の下くぐってうん行ったから。うん、でもあれやん、そこしずほが落ちたとこやん。落ちたとこやな。うん、あそこを降りなあかんからさ。残念なお知らせ、これは巻き道やった。まあもう見たらわかると思うけどね。おう、林道は向こうやな多分な。明日仕事今2時やねん。これ降りてきた意味が 100% なかったっていうな。マイナスになってもうた。見つけれるか、上り返し向こう行って。いやもうだから扇滝しずほ上り返すわ。おう、あかん、これ巻き道やねん。巻き道のテープやねんそれ。もう何もないねんこれ。だからで今もう時間2時やねんやんか。だからもう林道探されへんから、やっぱ扇滝までもう行くしかないかなと。上り返せ。今来たとこ。しずほお前そこおっとけ。で俺らアッセンダーでどんどん行く。もうそれか、さっき俺降りてきた歩きの。あ、そうやな。おお、しずほそこおっとけ。で上でフィックスにして、しずほアッセンダーで登らそうか。あ、ビレしてもいいけど。明神滝。おう、カズチ、めっちゃ悪いわここ。ロープもらおうか。ロープ上から垂らした方がええわこれ。うん、気に引っかかんねや。あ、あれか。うん、届いてる。シズオッケー。変なとこ巻いてここ降りていて、もう2時間近くロスしてた。取ったら終わった。よっしゃ、ちょっとほんなら巻きで行こう。入刑。再び入刑。14時21分再入刑で、しずほちゃんは顎濡らさないように割れてるので。再入刑するとはな、思わんかったな。でもしずほもう2時半やからさ、うん、ちょっとマジで焦らなあかん。見えてきたけど、あれか？
やばい、あれがそれが扇滝かどうかっていう確証もないしさ、どこが扇やねん。あ、スカイライン見えてんな。まあそれはさっきから見えとんねん。これがまず扇滝かどうかやな。まあどっちにしろこっちなんだよ。うん、行こう。あ、どっちかな。いや、そっちちゃうか。ああ、なあ、静穂、はい、あれ、扇の形してへんやん。これがでも、ほんまに扇だけど、なんか。そうやろ、扇じゃないもん。これがリンゴ。石垣があるということは、でもここのリンゴ、石垣飛んでるとこもあったで。あれ、どう見ても石垣やな。石垣やな。行ってみるか。あれが石垣があるということは、うん、昔人がおったってことや。そりゃそうだ。ああそういうことやで。あれ、丸太橋かと思った。あれやろ、だってこれ道やもん絶対。どれ、もう対岸。ああ、ほんまやな。でこれこうこう来て、うん、崩れたんかな絶対。それ道あんねんけど近すぎひん、俺らが今まで来たとこと。だからこれが、うん、扇滝やったら分かる。そう、このまま、うん、この道であって行ったら、うん、一応負けるっては負けんねんけど、間に 10m あるっていうのが、うん、明神の一緒にのっこ、あの、行ってもたんか、うん、明神と一緒に巻いてもたんかどうか、一緒に巻いてもやったらもうこれが扇滝。 10m やったら近すぎひん、近すぎる。こっちも 10m や。ただこれ扇に見えへんねん俺。でも扇、なんやろ、うろ覚えけど扇っぽくないって書いてたような気もしんでもないよな。なんで扇なのって書いてたような気もしんでもない。じゃあ扇やでこれ。でもまあ俺たちはここを進むしかないな、うん、行ってみて、む、あ、違うなって思ったらもう、うん、スカイスカイもうそこや。スカイライン、うん、結構広いもん。広いよ、めっちゃ広い。一気に高くある、うん、やけどな。でも道やなこれは。来たなこれ。正解。右に行ってるから。あの努力は一点ね。やっぱあの滝から外れてるよな。沢から外れてる。あ、ほんまや。めっちゃ遠い。沢向こうやな。まあ、だんだん離れてきた。だから尾根一個分やっぱこっちや。尾根一個分こっちや。大事なことやから。何も持ってないから。尾根超えたもん。おお。だあの尾根を越えてたら、あ。俺らだからあの辺を降りおってんな。降りてて、向こう対岸にあったんや。対岸にあってんや、道。分からんて。それは無理。ただでも、この道どうなってんの。そっち、そっち行くやろ。なんかあー、これロシアンルーレットやな。ロープ出しながら降りてる人多かった。あ、そうロープ出そうか、うん、20でええな、うん、これ怖すぎんな。怖すぎるわ、怖すぎな、うん、あっちはまあいいと思う。これがこっちは怖いわ。もうちょっと綺麗に並べてくれよって感じ。オッケー、オッケー、カズチ。うわ、怖え、怖え。なってるよ。怖え。あれやばいぞ。このスタイルやな。あ、うん、俺としたら今右足に乗ってるやつ。いや、ただちょっと待ってな、カズチ。もう一発取ろうか。これで怖い。折れたらさ、ロープ出すぎで。そこで撮る？ああ、うん、これでも林道やから言って減ってんじゃん。めっちゃ怖いっすね。いや無理やわこれは。おう、あ、足がロープの方で行ってんじゃない。うわ怖いなこれ。向こうまで行けます。ああ、向こう長さ、長さどうやろ。行くにしても一発その辺で視点取らんと、うん、おう、バインバインになってるやん、うん。お、ロープがもうなくなる。もう今お母さんいっぱいや。もうちょいいける、もうちょい出して、しずほ。だってフィックス作らんかったらマイケルがガン引っ張られるやん。うわ、めっちゃ怖いわこれ。うわ、ボキって言うた。これ、カズチ真ん中やな。真ん中はやばい。
左来たら 3つぐらい固まってる柱っていうか、ほんでところどころさ、これ釘出てるから気つけてな。なんかミシミシ言ってもな。おミシ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 って釘あるって。そのまま行くとやばい。また行くぞお前、包茎治るぞお前。包茎ちゃう。もうリード賭けやもんなこれ、折れるか折れへんかの。俺なんか結構賭けやねん。一発目。いやあれ一人で渡れる、じゃあもうメキメキって言ってたもん。ね、おう言うてたやろ。おう、これでも落ちた死ぬで、落ちた死亡やで絶対。うわー俺これよういかんわ、そんなフィックスで、ね、どううのめっちゃ怖いやんこれ。さっきより落ちなりマシ、え下何回何個か折れてます。折れてんな。でもさこれ折れてんのに、うっせやん。うわー、むっちゃ怖いわこれ。釘の木は飛んだら走る。うわ、うわ、バキって言うた。あー怖い、おー怖い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 。うわー。聞いてんのかこれ。むつかハンカー撃てっちゅうんだ、ここに撃ったあるやん、こい。左足乗せんな、そっち。じゃあ それ踏みながらおいで。それ踏みながら切って、それ踏んだら大丈夫。めっちゃ怖いよ、最近みたいな。これ止まってたけど、ハーケン。いい感じですよね。なんて、しずほ、デジャブ。デジャブって何？災害。何が？丸太の。もうええって。じゃあもうほんまこの丸太ええわ。うん、カズチ軽いからさ。うん。今こそなんて男二人いたら絶対止めれる。うん。これやばいこれ。はーい。カズチ、ロープないわもう。うわあ。バキって言うた。無理。うわ。マイキー怖い。だんだん暗なってきたね。うん、ああ怖いわ。まあリードに比べたらあれですけど。これビレージされとっても折れたらしないよね。そうやで。おいなんか。またロープ張ってんぞ、フィックス。なんかあのアスレチックとかで子供がやるようなやつちゃうんかあれ。あれなんやねんマジで。アッセンなんでわーってできるんだよ。このトラロープもいつか腐ってな。崩れた後にみんなこっちを歩いてんじゃない？そう、分かりにくいな、ここ。カズチ、降りれそう、そっから。あれどう思う？合うかな、あれ。横にずーっとこう。なんか、あれ違った？こう、そこの丸太、下の丸太が。合うかな、こっちで。あー。落ちたにしてはさ、かなり続いてるよな。続いてるような、もう線でもない、うん、あのままだけどウィンドウやったらこっちにあるはずやな。そうやな、普通は、うんうん、いやもう行ってみるしかないやろ。多分こんなんもう登り返してられへんしさ、うん、なんであそこで、あそこで下に降りるんやったんかな。下に降りるんやったらそいつに繋がってくれてるっていう、うん、あれもわかんねんけどな。まあとりあえずもうロープで降りようや、もう時間ないしな。あそこに降りてみてなかったらもうこっちにバーッと行って、うんうん、行ってもう最悪差は、うん、ええよな。え、こういう、え、帰れる、絶対帰れる。
どこかはーい。な、俺行くな。あった？もっとしてよ。オッケーオッケーオッケー。あれが、丸太が見えた。オッケー。多分これがラストの懸垂ちゃうかな。あとはもう林道、だいぶ沢に近いねんか、林道が。で、俺らのと、何？とこももう沢ギリギリやったんやんか。だからこのまま多分沢沿い林道が続くんやと思うけど。どっか行くの？そら行くでしょ。あーでもさっきあれやな、こいつの病院さっき行きたいねんな、うん、え、いや怖い、怖い、心配やんか。だからそう判断がつかんからさ、俺らが判断したくないやん。ただな、空いてないやんか、日曜日やから。その救急病院行ってまでええんかなっていうな。ただまあでも、ただの切り傷といえば切り傷やねんで。ただこちょっとなんかムニってなってたから、それが気になっただけで、要判断せんのよな。ただお前が自分のことやから、もう私病院いいですって言ったとって、それはお前が気使って言ってるだけの話やんか。まあ言えばな、俺らに。やらかしたね今日は、いろいろ。やっぱりなんかあったね。え？なんかあったな。しずほがおるときは何か起こんねん絶対。そうやろ？なんか起こらんかったことあるかお前の参考で。みんなあるんじゃない？ん？いやいや別に。ある時もあればない時もあるやん。でもお前がおる時は絶対あるやん、なんか。じゃ、ええ悪いっていう話じゃないで。一個端っこ行きました。なんで一個だけやねん。なんで両方同時じゃないねん。おかしい、おかしい。え、真ん中じゃない、真ん中じゃないねやろ、間違いなく。はーい、な、俺行くわ。甘いか。あ、え、これ置いていくんお前。そうっすね。おう。めっちゃ嬉しいな。あ、感じくいなあれ。急に道消えるか。なんか U ターンでもさせるような、なんかそう、やっといてくれたらなあれ。それがロープ、なんかそっち行くないうロープみたいな。もうでも作業道としては多分使ってないから、うん、だいぶ腹減ったな。あ、開けてみてください、多分開いてる。あ、もう一回やん。うわ、開いてるやん。ほんま？最初は出てきた、広い、ジャドピロやな、天板いっぱいあるやん、開けるような感じ。ほんま？もう、もう近いか。これもここまで入ってきてるってことは、うん、良さそうな天場、うん、もうテーブルもあるし、うん、みんなで会議できる。高ないちょっと高いな。あいつ、やっぱ近くのさ、救急病院連れて行くわ。だから血止まってないねん。あ、止まってない。これはやばい。うん。これ今日のあかんって。ぬめるすぎやって。あれあかんわ。普通のここ歩いてるだけでも辛いわ。おう。みんな力いっぱいいるから。腹立つわ、この岩。え？わざとさ。わざとちゃうよ。わざとちゃうわ。おっしゃ、車到着17時半。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、多分どこの病院行くのにも多分小1時間は絶対かかるはずやねん、この辺。時間外救急、あ、当院では24時間時間外救急診療を行っております。おります。はい、電話しようか。しましょうか。あ、通じんのかな、ここ。通じる？いや、いけるいける。いける。あ、ソフトバンクやったら。症状とか。打撲と切り傷やな。打撲と切り傷。クライミング中に落ちてでいいんじゃん。うん。意識はあるとか、まあ聞いてくれやろ向こうが。ただちょっと落ち込んでますって言ってくれる。あ、すいません。元気ないです。の診療ってお願いできる。
いや、違う、け、あ、今からは1時間半で着くけど、ちゃうやろ、あの、症状、事故の時間やろ。病院に着く時間ですか。あ、怪我された時間ですか。そうそう、怪我された時間やって、12時頃、うん、じゃあご飯食べれるでも痛くても ご飯は食わなしゃあないからな。そりゃ食うてもらうよ。離乳食やわ。で、分かった。じゃあ俺がまず咀嚼してからなんで。で、その次にマイケルが咀嚼して、その後食べたい。だからオプションやん、それもオプションオプション1でまず俺が咀嚼して、オプション2でマイケル。いやでも怖がんのは悪いことでも何でもないからな。逆にあれ見て怖いと思わんかったらそれはアホやで。いや、それ見てだからなんか一緒に行くのが怖いと思われる。いや、それはないよ別に。こいつ危なっかしいなとは別に思えへん。あれはしゃあないやん、今日のは。元気出せや、しずの。そんなんで別に登らん言うとたら誰もおらんかったもん。ここだけ麻酔なんてありえへんよな。多分この辺全部効くよな。ええやん、しずをいつもよだれ垂らしてんねやからさ。そんな変われへん、普段と。そんな変われへん。ああ、マイケルがパニックになったってこと。いや、そらなるやろ。あの時点でさ、落ちていかれたらさ、マイケルの側からさ、しずほがどうなってんのか分かれへんやんか。下でどうなってんのか。そらパニックなるわ。いや、そらマイケルからしたらもうどうしたいか分からんわな。経験も浅い、めっちゃ浅いから。ほんで多分水面に叩きつけられる音で俺は気づいたからさ、ドーンって。ほんなら赤いザックが見えたから、あー、もう俺しずほなんかもう行ったわと思って。死んだとは思ってないけど、怪我したと思った。もう絶対もう大怪我したと思ったよ。診療所みたいなやつどうする。正確にそれ、やっぱ俺も知っとかなあかんから。見せなあかん、それ見せなあかん、文字表は。ちゃんと俺先生ちゃうから。じゃあ、お前つきそうやぞ、お前。先生ちゃうから。つきそうやぞ、お前。バカにすんなよ、ほんま。来た方がいいかな、もう。ほんまに。はい。痛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 い。冗談は言ってないけど。何だ。私撮っていい。いいよ。どうだか、なんか言ってません。もう楽とも言って言って言って、ぬたはね、ぬたはね。顎に苔が入っていた。しずほちゃん、病院来てよかった。だから病院来てよかったね。そのまま帰ろうとしてたもんな、コケ入れたまま。ほらかさんといて痛いからさ。普通入らないやろ、お前コケなんて。医者もお前ビビってるからなんでコケ入ってんねん。ほらかさんといてほんまに痛いね。いいじゃん、もう初めてのケースだよね。でもさ、コケが入るってことや。そうやな。こけてるとこ行ったんですかって言われて、こけ生えてるとこ行ったんですか。こけてるとこでこけてこけ入ったみたいな。ちょっと分かんない。レントゲン撮ったの。今撮った。足、うん、どこ撮った。ここ、うん、折れてないと思うけどって言ってみた。ここは撮らんでいいの。これだって折れてないやつって。傷口だけ。ここはそこは折れてないけど、こけ映る。映るか。風呂入ったらあかんって言われた。あかんで、よかったな、いかんでな。うん、行こうとしてて。いや、今塗ってるからや。いや、そんなもんお前な、塗ってなくてもあんな状態で入ったらあかんって普通。雑菌が入るから当たり前やろ、お前。なあ。見てないからさ、私。ん？見てないのか、いったら、もう見とこうと思って、見たら、いかない。気持ち悪い、ほんまめっちゃひどかったわ、って。一瞬で塗りましょうかって。何針塗ったの？もうほら、結構塗った気がする。あのな、今日からの苔に変わったから。え、苔5針も塗ったで。5針。お風呂あかんって言われてたよ。あかんって、今日我慢してて。今日この腫れがひどくなるかもしれんって。その血の巡りが良くなって。あ、こっちじゃないの。うん、あ、こっち、うん、あ、そう。
誰の今日の郵便がリバウンドしてる今日も夜やんけタイムマシンだおほんでな、ああ気づく傷口になこうここ脱ぐやんか。ああめっちゃやったら時間かかっててんやん。あの俺らすぐ出されされてんやん。ああでもうパッて見た瞬間にああこれもう脱いますっつって、でご家族の方ですかって言われたから、いえ違いますっつって、あじゃあもう外でお待ちくださいっつって、そっからめっちゃ長かったよ。30分ぐらいかかっててんやん。ああでしずほ包帯巻いて出てきて、まあ別にこことここは内身だけやってんやん。ああ CT も撮ったけど骨折してなかったらしいねやん。ああで出てきて、あいつが、時間かかったのは、傷口に、苔入ってたって。え？なんで？苔。苔？苔が入ってたから、それを取るのに時間かかってって。持ってるねえ、やばさすがサワヤ、サワヤ、おい。傷口に苔入れるか。傷口に苔入れるか。入るか、普通、苔。もうな、俺とこいつ笑いこらえの必死やで、ね、病院の中やから、もうめっちゃ静かやからめちゃくちゃおもろかったわ、ほんまめっちゃ真面目な顔で言うんですよ。コケ入ってたんですよじゃあほんまな、芝子かなと思ったもん笑いこらえなあかんからコケ入れんだよ絶対初めてやで、先生苔が入ってたなんてな、もう前例ないもん。何や俺は思ったんやろな、最初。何や俺。もう前例がないわ。苔あるとこ行きました、言われたらしい。もろ行きました。歯ブラシでこったらしい。あいつなんであんなおもろいね、ほんま。しーちゃん帰ってきました。おかえり、しーちゃん。苔入れとったん？え？苔入れとったん？もう言ってんの早いねんか言うと自分でも面白かったやろ。そう、ちょっと笑いそうなってんけどさ言うたら磨かれてるわけやんか、麻酔打たれてさ、さすがに笑われへんやん、動いたらあかん。苔穂やな苔穂苔穂何かん苔穂マジかもうだからシャワーで怪我したらすぐ病院行きや、苔入るで。いやもう奇跡の女やな、お前ほんまに入らんやろ、コケなんて普通ちょ、お腹さん食いたこうやんな。もう聞いてるやん。こうやんな。ちょっと待てよ待てよ、お前待て一回まずお前さ、切ったやん。まず切らんと。え、切ってから剥くんすか。当たり前やろ。全部バーって剥いてから切るんだって。全部バーそんな剥かれへんって。あ、そうなんすか。おいマジかよ、おいどうか修行にだな。え、今岡家にちょっと修行行こう。行かなあかんわ、マジで。ゆかちゃんの怖いな、これ。え、硬食炭になって切れへんやろ、そのライフは。こわそのライフ、ほんま切れへんねん。こわ、これうまい具合に。うまい。包丁使ったことあんのか。あんまない。やろう。うん。ちゃうお前もう危ない危なすぎる、こいつ持ってくれやがったな、俺の包丁。野菜包丁の方が切れやすい。え、これ怖っ。いや、どんだけの深さで切っていいか分からへんやん。いや、それはまあ別に薄ければ薄いほどいいけど。ちょ、もう嫌や、もうやめよう。え、やめよう。危ないな。怖い。
これもお前でも一人暮らしのための修行やろ。修行やからな、うん、でも、なしから剥かんでよくない？何から剥いたんや？普通になんか、なんでやねん、剥いたらか？キャベツとかや。もう手切れ、そんな夢やったら。しーちゃんが言ったらほんまに聞いてもらうからやめてよ、うん、何か、何かおるやろ。これな怖いなこうやって荷物持って、こうやってこうやってこうやってそれ家でしてんの一人であー、そうかそうそう、これめちゃ楽なんですよ。はいはいはい。で、戻ってバッグが大変。こう詰まるから、こうめくっとったんや。めくっとったんこれ。もうお前、ケツがずり落ちそうやんけ、お前。落ちねん。ただいま、おかえり。おかえりって出てきた。もういい？もうまず来た。